しや。いい。うん、これでこう切って、こう切って、こう。壊したろ。
すげえわ。サービスいらん。最後のサービスいらんぞ。おや一発いくぐらいでな、サービスもかサービスもジェンやろあれ。あんまここは甘くてなかったな。ねえわ。はいね、まあタールトップ取れました。なんかこんな感じになってます。まあ結構ねサビ出てきてますよね。こんな感じ。
はい、後ろに開発や。ね？後ろは始まりパターンだ。今日はもうあれやなぁと思って。え？よし、ね、よくなってるんですね。よかったなって感じです。今匠が品評してます。これもだが、弱直したらここからフレームなんだ。はい、わかりました。言われた通りにしてるんだね。引っかかったやんちゃばーか言ってるでやんちゃばーか言ってるでカウルトップに捕まってもたやん。ここら見てコーキングしなさい、今。あ、はい。これ、タオルつける前に、こうやって触っちゃってもねえやん。あの裏側がやっぱひどかったの。もう少しでずっとラムサバに作ってもらえるからやんなってもらってか。また他の考えがただのすごいサービスでか一発いくらで場合によって値段上がる。おとおとなしくなってきた。おめこれもちょっとワンパンなんだ。あ、ほんま、すぐ通る。まあ、このまま一番最後に行くよ。ほら色はこれしかないで、うん、こっちこれ全部ここで色はかなかの、うん、こうやって頑張る やり方をしていくわけ。あんなもあれこそヘルメットかぶってやねー顔ちょき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 鉄の細かい刺さってやねー。もうあの顔布巻いて、ね、砂漠にいる人みたいにしてやる。仮面ライダーみたいに買ってこない。いや、ほんとよ。はい、ついにねフロントのカウルトップこいつがね外れましたよ。まあこれはね外してよかったですね。まあこんな感じで裏側ね、まあさーっとやっぱサビが出てました。まあ、これもねきっちりサビ落とししてプライマー塗ってサフ塗って塗装してそしてから取り付けですね。この辺もねふわーっとですけどやっぱサビが出てるんでね、この辺はやっぱり外してよかったと思います。はい、でここねこの辺はもう虫食いのように、ね、なってます。はい、こんな感じです。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良ければ高評価のグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。